前回自己紹介をしろ。ブザーあ、すいません。地獄絵図、うん、ゾンビピックマンに弓打ってみてください。その下行った方がいいです。お、来た。うわ、すごい。えぐい、えぐい、えぐい、えぐい。すごい。うわやばいな。もう終わってるよ。どうあゴキブリだった、ゴキブリ、ゴキブリ、ゴキブリ。あーあーあバトル中です。モンスターが違う。やめなさい。もういい加減にしてくれよ。もっと言って、もっと言って。初めて生で聞いた。なんか映画とかなら見たことある。あの、あ、なんかリアルで海外で会ったみたいです。ゴキブリを食べて。ちょっとそっちにやんないで。そう、先生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 。来んよ。ね、その裏に隠れてる、その裏。わかるよ、バカ。痛い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 。早く倒してくださいよ、玉川さん。え、2人いる？え、なんで ?2 匹いる？え、何よ。なんかこれで1本動画作れそうです。おい、どういうことだこれ。おい、え、おい、マイクライオンなんかゴキブリ出たんで捕まえてみました。お、俺ゴキブリじゃねえよ。おい、バルさん炊きますね、佐々木さん。おい、炊け炊け。はい、バルさん炊きます、炊きますね。ゴキブリどこですか、ゴキブリ。ゴーこのスキンあるじゃないですか。うん、なんかさっきからずっとドラゴンさんが俺の目の前にずっと見てくるんですよ。え、なんかいきなりチャットでこんなこと言われてきました。その防具ピンクだから頭だけそうする。どうだと思って。ふとし思っちゃったんで。やべえな。ちょっと皆さんにね、お手伝い募集がね来てるんですよ。それを一つ一つ見ていこうかなと。あーあー、いい企画それ。めっちゃおもろいそれ。ちょっと一つやばいのがあってですね、一つじゃない、まあ、いくつもあるんだけど、あさこさんのストーカーがですね紛れ込んでると。いやー、もうなんだ。はいはい、こちらです。ハイグレタマオマイクラ企画募集、回答は18ってなってます。まずね、こう1から8まで、まあ、答えてもらうって欄があるんですけども、こちらの方は、2,3,4,5,6,7 って多分ね1番条件満たしてないんでしょうね。うん、あとこうやって答える場所じゃないからね、うん、ここはね。もうこれ論外だね。秘密守れてないじゃないですか。8番秘密絶対守れてないじゃん。本当じゃないか。どういうことだよ。前ブランチマイニング大会みたいな動画をやったと思うんですけど、それのクソエクラン対玉さすり隊バージョン、対抗石もいっぱい集まって、なんだそれ。ダイヤ鉱あ、ダイヤ鉱石のってことかこれ。動画も高木くんと TS くんが面白くしてくれると思うので、最後はみんなハッピー。お前国語の授業受けろよちゃんと。クソガキが6なのおらんわ。本当にちょっとこれクソガキですね。この人論外です。削除にします。次1,3,4以外は当てはまります。聖地とブランチマイニング以外特技がある、え、ないってことですねこれ。ちょっととこれはね、1,3,4や1もね、何歳って答えてないしね、まず多分中学生あたりですね。はい、こちらも削除とさせていただきます。次の方は1と2以外大丈夫です。何この大丈夫ですって答え方。こいつら面接みたいに舐めてんだよな。玉尾の好きなところ教えてください。1年笑い方が好き。なんだお前。最後に自己紹介を含めた意気込みお願いしますね。マイクラの時特技は PVP チーターに何回か勝ったことあります。あとはコマンドが好きしできます。だからなんだって話だよこれは。これ見て、なんかまともそうなやつがある。一応まともそう。俺が求めた回答がちゃんと入ってる。丸一、18歳、免許証を出せます。おお、マイクラ歴9年目。すごいよ。回路や建築ある程度得意です。おお、いいじゃんいいじゃん。動画は毎日見てますが、昔のものは見れてないものもあります。おお、真面目。マイクラ好きとしては協力できたらいいなと思ってます。動画全部チェックしています。常識はある方だと思うので大丈夫です。おお、なるほどね。おお、言うね。企画はエリトラレース、アスレチック。何それ、エリトラレースって。ゲームと坂道が好きな大学生男子です。玉尾さんのファン歴はそこまで長くないと思う。坂道、マイクラなら作業もできます。無茶ぶりにも答えれる自信がある。お、無茶ぶりに答えられると。ほうほうほう、なるほど。これはちょっといいんじゃないか。おい、ちょっとツイッター開いてくれ。日本のフードコートになってる。フードコートになってるわ。あ、でもなんかアイドルが好きなのかなこれは。
あそれ用のアカウントっぽいですね。趣味やかって感じね。アイドルのこの坂道じゃない？あ、そういうこと？なんかポエマーなんかと思った。坂道ってアイドルなんだ。じゃあこれの人はちょっと一応仮合格とさせていただきます。はい、出ました。今回メインでやる、実はですね、あさこさんのストーカーがここに紛れ込んでいるということでね、ちょっとまず第一応募条件の方、あさこさんと遊ぶのやめてください。遊ぶのやめてください。遊ぶのやめてください。で、あさこのツイッターが貼ってあると思う。ツイッターあさこさんと言われる。怖い。こいバケモンが紛れ込んでると。これじゃまだ終わりません。次こちらです。あさこさんとゲームするのやめてもらっていいですか？やめてもらっていいですか？いいですか？やめてもらっていいですか？なんだこれ。誰これ。これ誰？マイボーイ、ミスターマイボーイ。あ、鍵開か鍵開か。パックプッシー。めっちゃ中指さっとるや。なんですかこの人。これ薬指ですよこれ。え、あさここれなんかあんの？知ってる？いや、わかんないです。わかんない。元彼とかじゃないの？いや、違うと思いますよ。あさこさんと収録するのやめてください。やめてください。怖い。これ嵐だろ。この方はね、ちょっと病院に連れて行きたいと思います。ぜひね、表からちょっと出てきてもらいたいです。名乗り出てきて、ちょっと、本当にあさこのこと好きだったら、ちょっと、収録にちょっと来てください。いや、本当にね、その熱意が伝えあれば。そうそう、本当にその熱意があるんだな。俺はそれを受け止めるよ。あさこも受け止めるかもしれない。ね、じゃあ、俺の DM に送ってきてください。じゃあ、次いきます。はい、19歳です。今年の10月で20歳になる身分証は提示可能です。そう、なるほど。レッドストーンを利用して隠し扉は見えないパッと見全くわからないような仕掛けを作るのが得意です。なるほど、なるほど。意欲はあります。玉尾さんの動画を盛り上げるために今までのクソエクラフトや玉さすりたいクラフトなかったようなアイデアを出していきたいと思います。おお、素晴らしい。ということで、じゃあこっちを見ていこう。持ち前の隠し扉や見えない仕掛けを作る特技を生かして何か迷宮のようなものを作って玉尾さんや他の方々に探索してもらう。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。面白そう。まあ、なるほど。この人はでもいいんじゃないですか。次は高3で、あ、18歳か。誕生日来てる18歳です。まあまあまあ、そこら辺はね。前回見せましたし、またでち、あ、俺見せてくれた人がこれ。なるほどね。マイクロ歴3年である程度は、うん、あります。時間も取れます。建築センスはあると思います。5番読んで。5番読んでください。玉さすり隊はあまり知らないですよ。強くらい話しています。玉尾さんの方が違う。尾が違う。どこどこ。おめえやってんなわ。しかも2回間違えてる。玉尾さんの方が好きだったのに。おかめしじゃないな、これは。へその方になってるわ。へその玉尾になってるわ。あ、でもここ間違ってないぞ。は、なんでここ合ってて、こっち間違ってんだよ。こいつ漢字間違えてるので、仮合格ではなく保留にしておきます。1の回答、18歳以上です。身分証明できる特技がある、知っている。なるほど。結構簡単に、ユージ&ジョシリも見ていると。なるほどね。玉さすりたいクラスト、なるほど。企画は、玉尾さんが決めるのが1番。お前、こっちだ。今、おめぇ、これってことか。なんだこいつは。エルボーなんだ。おさらいない。お前ない。そんなしない。だって日本語 ID できないですもん。そもそもカタカナっす、ね。何この人は。言われる。カタカナだから。よくわかんない。ダメだこの人。頭おかしいわ。ファン歴玉尾さんが YouTube 始めて1ヶ月後のこと ?1 ヶ月後ってお前2014年から見てんの？しかも年齢不詳ですもん。18歳以上、あ、もうダメ、はい、削除です。次、18歳以上ではない。もちろん作業中なので毎日参加します。 PVP がちょっとできる佐々木さん好きです。あ、なんか佐々木さん好きって言ってる。お前 SSP 入れとけや。玉すすり隊の GTA 全部です。あ、なるほどね。金丸がいた時の動画ね。あ、なるほどね。あ、そっち側か。最後に自己紹介を含めた意気込みをお願いします。みんなと仲良くしていきたいです。まあ、小学1年生の自己紹介か。ツイッター見よう。ツイッター見よう。ちょっと開いて。ちょっとこれ弱いな、この人。ゲンタ。ゲンタだ。ゲンタだ、これ、ゲンタは。無理だ。おい、飯食っとけよ。あれ、でも、佐々木さんフォローしてますよ。俺、適当に多分フォローしてるから、それじゃないかな。これはあかんわ。シナモン、こんなことにしてんのあかんわ。あ、いっぱいシナモンついてる。危ない。危ない。はい、却下です。もう、そういうね、エロ系ツイートをいいねしてるような人入れません。次、21歳、できます。仕事終わりの夜ならできます。
赤メインクラフトの裏方もやったことあります。え？なんかすごい。最初は留置所に2ヶ月いたり、出てきてからも買って1年経っていない車を潰したり、彼女が浮気、バニーガールになってしまうなら不運なことが続いているので、ここでお手伝いという最高のポジションゲットしたらお願いします。こいつやばそうだぞ。まあじゃあこれはまあ仮合格としておきますか。面白そうなんで。裏方やったことあるっていうのすごいな。ちょっと話聞いてみたいな。次行きましょう。おーすごい。あ？なんか15歳中学3年生あ、ちょっと俺めっちゃ面白い文章見つけたわすごいよ。実際にある建物を再現するのと回路系すごくない？回路できるこれすごい。5番クソエクランとタマサソリ隊は昔から見ていて、金丸さんがいた時のグラセフが面白かったです。おーなるほどね。クソエクランはずっと憧れを感じています。僕の好きな動画をオフ会で盛り上げる意欲しかない。タマサソリ隊の皆さんとクソエクさん、ああなるほどね。ああ、うん、そして特に好きな回は高木が怒られる回とメロンが殺さメロンさんが殺される時です。なるほどね。ネットの怖さを昔体験したので必ず守ります。何があったんだろうな。この人を保留にしとくわ。スプラフォトナー CO2 二酸化炭素を作れるってすごいじゃない。二酸化炭素作れるいやみんなみんな出してるわ。初心者のフレ女 VC に告白全部好きですが一番オフ会です。なるほどね。え、ファン歴が6年いくかどうかです。待って俺6年やってたかな。6年やってるか。ほぼ最初から。いやそれはない気がするけどな。まあちょっとこいつ保留しとこうか。18歳以下です。すいません。できると思います。確保できます。トラップと建築が得意で知ってます。めちゃくちゃあります。毎日守れます。守れます。適当じゃねえかお前。ん待って、この人 SSK ゆうくん。ゆうくんじゃん。こいつは除隊にしろ。余計なことをさ、なんでこいつは応募するの。ゆうくんはどうなのこれは。作業的にはマイクラはやったことないからね。トラップと建築が得意ですって言ってる。あっていうのは佐々木さんが一緒にしたことない。一緒にやったことない。そう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 よ。なるほどね。でもいい、 SSK いるからいらない。大丈夫、うん、おすごい。年齢なんかなんかしっかりしてそうだと。生まれ1992年生まれ。好きな動画 BO2 で知った自分としては今はフォトナが好きかな。過去好きアークフォレスト怖い隣人シリーズ。ああいいね。ああちゃんと見てるっぽいな。ここは3年4年ぐらい動画見てると思います。好きな動画ぶっ飛んだこれ。なるほど。ぶっ飛んだ人に見せつけて根はしっかりしているところ。ドッキリにかけられやすい純粋な面もある。なるほど。トータルして面白いと。前回の募集と募集してない時も含めてもう2回も DM してるんで細かいことごちゃごちゃ言いません。最初の募集見た時にいろんな配信者を見てきて飽きないでずっと見続けてる好きな人の、お手伝いが裏方でもいいんでできるかもしれないぞ思ったら勝手に手が動きました。入れてもらえるのは少しでも早く馴染んで一瞬の笑いでもいいから貢献したいと思っています。なるほど。じゃあちょっとツイッター見てみようか。意欲があるんなら、あ、クランに入ってるっぽいね。こなるほど。唐揚げ。唐揚げだ。おいしい。寒さ大好きじゃん。うまそう。うまそう。この時間にダメっすよ。ホタテパーチーだこれ。すげえな。何この人。え、すごい美味しそう。おい。え、すごい。めちゃくちゃいいじゃん。この人、まあ、仮合格にするけど、ちゃんと勉強してもらいます、マイクラは。ツイート見て。もう一回開いてリプ見てみて。早いよ、お前。早いよ、絡むのが。はい、じゃあ次。34歳。おお、いきなり、お年上。俺より年上だよ。平地で行きます。え、21時以降であれば問題ないです。いろんな、装置を作るのが好きです。それも大丈夫かと。なんだっけ、マルコは海外で玉岡屋知ってる。なるほど。めっちゃあります。毎動画チェックします。イエス。なるほど。次、BO3 の時のファットマン粘着懐かしいな。俺も大好き。ファットマン、いやまあ俺もめっちゃ好きだけどあれ。次、最後、嫁の不倫、離婚その他いろいろハードな人生を送っている、おたかしと言います。自分の話とか動画で盛り上がり、なおかつ同じような境遇の人々に元気を与えられるようになればなと思っています。クソエクランの、この成長に手助けできると嬉しいです。なんせ自分の子供にはありませんから。いやいやいや、こいつもう合格だろ。こいつ合格だろ。
次、18歳です。学生学校手帳とか見せれますよ。なこいつ。何てめえは。なんだお前偉そうに。どの立場から物言ってんの。なるほどね。ちょっとこいつ怪しいな。こういう勢い系のやつはね、やっぱ消えてってるんだよな。クソエクラのお手伝いとか特に。これはちょっとやめた方がいいですね。とりあえず、合格者、5人です。全員 PC 版かもわからない状況です。そして最後にですね、玉さすり大クラフト、クソエクラフト、どちらも今ねお手伝いさん募集しています。お手伝いさんも今無限に欲しい状況です。で、募集の応募条件なんですけども、丸1 18歳以上である。こちらですね、なかなか難しいんですけども、もし18歳以下でマジで知識を持ってる人は送ってください。その代わりこの丸三番のとこですね、でマイクラの知識があって作業時間が週に4日以上っていう、ここで丸三番のとこに、ここに何ができるかっていうのを具体的に書いてください。本当に事細かに書いてください。回路ができますとか建築ができますだけじゃなくて、具体的に回路で何々ができますとか建築であれこれできますとか、本当に超具体的に書いてくれれば18歳以下でも取ろうかなと思っています。で、次 PC 版の Java 版を持っている、これはもう絶対ですね。これじゃないと僕と一緒にできません、僕らとね。で、マイクラの知識があって作業時間が週に4日以上、1日は 1,2 時間程度作業確保できるってことですね。これはまあ収録までになんか作ってもらうみたいな感じなんで、こんぐらいは必要じゃないかなって思ってます。次、整地とブランチマイニング以外で得意がある。あ、4番か。4番に書いてください。4番でした、3番じゃなかった。4番にその自分の聖地ブラマ以外で何が特技があるか事細かく書いてください。5番ハイグレ玉を界隈を知っている、特に玉さすり大特裁、これはもうどう知っているかを書いてください。6番動画を盛り上げる意欲がある、はい、これもまあそのまま言葉の通り書いてください。7番玉さすりくれって言うのはグズイグルクラッと見てる、これも言葉の通り書いてください。8番秘密が絶対に守れる方、これも言葉の通り書いてください。応募条件は18歳以上であるんですが、マジで狛犬くんぐらいの実力がある人は応募してください。全ての項目を事細かく書いてくれる人は合格率が上がるのでお願いします。ということで、メロンブドウさん最後の意気込みをお願いします。はい、皆さんありがとうございました。ということで今回の動画終わります。